午前10時から蔵開きが行われている久留米市田主丸町の若竹屋酒造場では、警察官が訪れた人たちにチラシなどを配って飲酒運転撲滅を呼びかけました。これは飲酒運転撲滅への意識を高めてもらおうと、今月6日から実施されている春の交通安全県民運動に合わせて警察と酒造場が協力して実施したものです。飲酒運転は絶対にしない、させない、許さない、そして見逃さないという気持ちを持って飲酒運転を撲滅していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。会場では反射材も配布されたほか、飲酒した状態を体験できるコーナーも設けられました。